チャオ、あっちゃんです。1月1日さんの運勢と、性格、いきたいと思います。1月1日生まれ、あっちゃんのお母ちゃんが1月1日生まれです。ということでね、1月1日生まれ、目標を決めたら実力と、忍耐力で達成するのが特徴。この日に生まれた人は現実的な野心家で権力のある地位を望みます。あなたが成功し幸福になるために自制心と強い目的意識が不可欠。これがないと不安や、不満に感じやすくなります。あなたは優れた指導者として計り得ない可能性を持っています。一旦ある行動計画を立てたら、たとえ長く時間がかかるとしても必ず目標を達するパワーを秘めています。実力と忍耐力があり、興味のある仕事や活動には非常に熱心に取り組みます。誠実でひたむきなので、どんな犠牲を払ってでも欲しいものを手に入れようとします。また音楽や演劇のセンスの才能があり、趣味として楽しむことができます。しかし横着で自己中心的な面があるので、せっかく良い運勢を台無しにしてしまわないように、多彩で変化を求めるあなたは様々なことに興味を持ちます。また頭がよく、知識欲があるので知的な人に惹かれます。若い頃に培った、自助の精神を生涯貫くあなたは、人から助言を受けようとしないため時々頑固になりがちです。あなたが取り組む課題の一つは、ちっぽけで感傷的な思いやりを超えて人に奉仕するという究極の愛を示すこと。19歳までのあなたはとても真剣な態度で人生に取り組みます。20歳を過ぎ、太陽が水瓶座に移動すると天気が訪れ、人の意見に左右されなくなり、自立心が旺盛になって自分の個性を表現したいと思うようになります。友人、グループ活動、人道的な問題などがあなたの生活にとって重要な要素。イライラや欲求不満に陥らないため、40歳ぐらいまでには、明確な目標を定め、次の転機が太陽が魚座に入る50歳に訪れ、これを機に感受性や、感情の豊かなさを、重要とするようになります。人の気持ちが分かるようになり、想像力豊かになって、想像的な才能を伸ばしたいという欲求が湧いてきます。と、1月1日生まれのあなたに隠された秘密。内なる英知、気高さ、誇りを持っていますが、心の奥深いところにはあまり良くない感情が潜んでいて、これに駆り立てられ行動することが多いようです。また自分に自信が持てないときは、周りの人間や周囲の支配しようとする傾向がある。多少決まりが悪いかもしれませんが、人から好かれたい、受け入れてもらいたいという気持ちを素直に認めた方がいいでしょう。とはいえ、あなたは戦いを重ねるたび自信を増していきます。自分の才能や限界を現実的に評価し、潜在能力を知ることで強くなることができます。若い時に完璧に守り固めていたあなたも、年を重ねるにつれ肩の力が抜けて楽天的になるでしょう。辛い経験から多く教訓を得ているので、自立と強い意志を持ち、誰よりも自分自身を一番信頼しています。お母ちゃん当たってるわね。1月1日生まれのあなたに適した仕事。自立心旺盛で頼りになる管理職がいい。指導的な地位につくことを望みます。また直感と洞察力があり、人にやる気にさせる技を持っています。詳細と、起業家の精神があるので、自営業を営むか、また作家、政治家、プロデューサーなどの仕事が適職。人に雇われるとしても経営幹部、部長、監督、などの人が多いでしょう。どんな創作的な活動や事業においても活躍できる素質は持っているあなた。特に大企業などの指導力で発揮できる場所で働くことになります。純粋な営業目的仕事ではなく、特定な分野に専念し、正式な知的職
に就く人が多いようです。仕事熱心で献身的ですが、人の要望を考慮できるようになることが必要でしょう。人の言うこと聞かへんねんね。1月1日生まれのあなたの恋愛、知的で飲み込みが早く飽きっぽいため、多様で冒険に満ちた生活、社会生活が必要。才能のある人たちに魅力を感じるあなたは忠実な友達やパートナーになれます。個性が強く、普段からバカらしいことを許しません。必要となれば愛嬌も振りまくこともできます。知識、秩序、安全を求めるあなたは素晴らしいパートナーになりますが、愛する人に対して横着な態度を取らないように、溢れんばかりの愛情を惜しみなく与えることもあなたが救われることです。丁寧ね。長所は指導力があり、想像力があり、進歩的であり、力強い、楽観的、強い信念を持って、負けず嫌い、自立している、社交性がある。短所は嫉妬深い、利己的、敵対心が強い、自制心に欠ける、せっかちであるっていうことなので、注意しましょう、気をつけましょう。で、1月1日生まれの著名人、豊臣秀吉、ワンピースの作家の尾田栄一郎、児玉清、役所広司、ミスターマリック、マラソンの増田明美、ハウンドドッグの大友康平、品川庄司の庄司、ミキティーの庄司ね、ちゃうわ、庄司は逆やね、あ、庄司やね、どっちか知らん、堂本光一、ね、それとうちのお母ちゃんです。と、はい、いうことでね、1月1日生まれさんはね、1月1日生まれさんは、現実的な野心家、権力のある地位を望む、まさに豊臣秀吉とか当たってるねって感じやねんけどもね、だからそれをうまく生かしてね、人の上に立つ仕事とかが合ってるんやと思う。で、恋愛とかもね、結構冒険的なことをする人みたいなんでね、やっぱりそのね、長所のね、指導力があるとか独創力があるとかっていうところを生かして、嫉妬深い、利己的、敵対心が強い、自制心に欠ける、せっかちである、そういうところをね、うまくこう抑えるとかなりいい方向に行くんじゃないのかなと思います。で、自分のね、やっぱり自分のことを分かるってすごい大事なことなんでね、これを理解して、いい方向に行ってください。で、周りに1月1日生まれさんがおったらこういう人なのでね、あ、こういう、この人はこういう人なんだなっていうことで気をつけるとうまく付き合っていけると思います。ということでね、1月1日生まれさんの運勢と性格のお話でした。今日の1月1日生まれさんのお話良かったよと思ってくれたら、高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。